皆さんはですね、今日朝起きてからここに来るまでにいろいろとですね、電車に乗ったりとか、それからですね、ここに来る途中でお昼ご飯を買ってきたとかね、そういう方々いらっしゃると思います。そちらはですね、私が担当しております民法という法律、これに関わってくることです。つまり電車に乗るということは運送契約、これを締結する、結ぶということですし、またですね、お昼を買うというのは皆さんがお金を出してそれでお昼ご飯をですね、売ってもらうと、こういうことになっております。というようにですね、皆さん自由に生きていくために、あるいはですね、自分たちのにとって一番ですね、いいような経済活動というもの、それをですね、追求していくためにですね、自由な意思を持って自由なことができるということをですね、定めているのが民法なんです。しかしながらですね、もちろん自由にですね、皆さんが生きていくっていった場合にはですね、いろんなトラブルが発生します。例えば皆さんがお金を払ったのに物を渡してくれなかったっていうこともありますよね。そういった場合にですね、皆さんとしてはどうしたらいいんだろうって考えます。必要な法律というものがありまして、それが民法と言われているものです。ですので民法というのはですね、皆さんにとって非常に、身近な存在だというふうに言えると思います。さてそれでなんですけれども、なんと民法の中にはですね、今述べたように皆さんが自由にいろんな人と契約をする、約束をするというですね、こういうだけのことではなくって、親子関係とかですね、いわゆる家族関係について定めているという、こういう法律も中に入ってます。家族関係に関する法律、例えばですね、親子関係はどうなっているのかとか、結婚、それから離婚、それからですね、養子縁組というのはどういう場合にできるんだろうか、さらに人が死んだ場合ですね、その人の財産というのは一体誰にですね、どのような形で受け継がれていくのか、こんなこともですね、定めております。でこのですね、家族関係に関する法律というのを皆さんがですね、先ほどお話ししたように自由に自分勝手にやっていいということになりますと、ちょっと問題が発生します。というのは、家族関係というのは世の中のですね、皆さんに対して主張することができるようなものですよね。ですから多くの人に対してすごくですね、影響が大きいんです。そういたしますとですね、家族関係に関する法律というものはですね、ある程度世間の皆さんに対してですね、一律に適用されなければならないものです。こういうものを公の秩序というふうに言っているんですけれども、公の秩序、これにのっとってですね、法律は定められておりますし、さらにですね、そのようなことを定めている民法、これにつきましても、やはりコロコロですね、1年ごとに改正されて、親子関係どうなるのっていうのは変わっちゃ困るんです。ですのである程度の安定性というのが必要になっています。しかしこの民法なんですけれども、最近におきましてですね、科学技術の発達によりいろいろな形で親子関係ですね、形成することができるようになりました。民法というものは今変わらざるを得ないのか、それともですね、やっぱり今まで通りでいいのかということをですね、皆さんと一緒にですね、考えていければと思います。